はい、えー、どうもこんにちは LIMETV の LIME です。今日はストームワークスビルドレスキューでミッションの作り方を説明していきたいと思います。ということで、えー、無編集動画です。んとまあ、実はこのゲーム、ミッションが、ね、作れるんですよ。自分でオリジナルのミッションを作成できるんですけど、えー、その作り方を説明しているサイトとか動画があまりないので、まあ、英語だったらあるんですけど、日本語はあんまり日本語で、ね、説明しているサイトがないので、今日はね、 作り方を説明していきますであまり自分も熟知してるわけじゃないのでうんと、まあ、一番基本的な簡単なミッションを作っていきたいと思いますで今日作るミッションなんですけど A 地点から B 地点に人を運ぶというミッションを作っていきたいと思いますで、まあ、これは A 地点にいるお客さんを B 地点に運ぶという、まあ、旅客ミッションでもいいし A 地点にいる要救助者を B 地点に運ぶというレスキューミッションでもいいです まあ、とにかく A 地点から B 地点に人を運ぶというミッションを作っていきます。でこのミッションで使うものなんですけど、えー、基本的にはミッションエディターというもので、まあ、あのオブジェクトを置いたりするんですが、オブジェクトっていうのはこのゲーム内のなんかものね、例えばこういうやつ、このパレット、これもこれオブジェクトです、はいまあ。こういうのをミッションエディターで配置したりするんですけど、えー、っと、 まああいうのは、ね、ミッションエディターで出せるんですけどあの乗り物はミッションエディターに出現させる前に当然作らないといけないので、えー、用意しておいてくださいうんと、まあ、こんな感じで、まあ、自分はこれを今日は使います今日はこの船を使って、えー、人を運ぶミッションを作るので、まあ、こんな感じで何でもいいですとにかくまあ船,を船のミッションを作りたかったら船を、えー、事前に作っておいてください ということで、早速ミッションを作っていきます。えー、まずメニューを開いていただいて、あ、これマウスカーソル映ってないかもしかして、ま映、あ、ってなかったらすまない。えー、まあキーボードのエスケープを押してメニューを開いていただいて、ほんでミッションエディターっていうのを選択します。ほんで、えー、プレイリスト名なんですが、まあ、なんでもいいですが、と,えー、とりあえず名前を付けておきます。今回はテスト001という名前にしておきます。 でえー、次、ロケーションというところですね。ここの、えー、右側のプラスボタンを押して、ロケーションを追加します。ロケーションというのはマップです。えー、っと、まあ、今日は A 地点から B 地点に物をは、えー、人を運ぶということで、えー、2箇所選択したいと思います、えー。まず出発地ですね。出発地はクリエイティブベース。えー、まずこれを追加します。そして、えー、もう一つ追加します。またプラスボタンを押して、えー まあ目的地ですね。目的地は、うーんどうしようか。まあ、これでいいか。えー、オイルリーグ、台、カスタムスペース、カスタムベースか。これを、えー、じゃあ、目的地にしましょう。で、こうすると2つ、えー、ロケーションが選択されました。まあ、マップのん、まあ、島とかそういうのはね、こ2つ選択された状態になるので、これで、えー、次に、 このマップにオブジェクトを配置していきたいと思います。えー、今日は人を運ぶということで、人も、えー、配置します。ということで、えー、まずですね、この出発地に人を配置します、えー。ここの出発地のクリエイティブベースのオブジェクトを編集するという矢印をします。でこうすると、えー、クリエイティブベースのオブジェクトを編集できる画面になるので、まあ、これで編集していきます。 視点の操作とかは多分、あの、乗り物の編集画面と同じだと思うんで、この辺はまあ適当にやっていきます。で、えー、っと、まず、オブジェクトの追加ですね。とりあえず、人を追加したいので、えー、下のこのメニューバーから、キャラクターを追加を押します。そうすると、なんか、このよくわかんないやつが出てくるので、うーんまあ、例えばこの辺ですね。ここに、 えー、追加したかったらそこをクリックします。そうするとこのように、えー、追加されます。でこ、この状態ではまだ人の形をしてないんですが、これ実際にあのテストプレイを行うと、この、まあ、よくわかんない円柱が人の形になるので、まあ、編集画面では人は表示されません。この円柱だけが表示されます。なので、まあ、そこは気にしないでください。で、えー、っと、まあ、設置した後に場所を変えたい場合は、 えー、一回設置したオブジェクトをクリックしてでこの、まあ、ギズモを使うギズモっていうかそのなんだろうこれねこの矢印を使って、まあ、X 軸 Y 軸とね Z 軸とこう動かしていくということですね、はい、でえー、っと左側にクリックした状態にすると左側になんか出てくると思うんですがえー、っとまあ基本的にはいじる必要はないかなという感じなんですけど えー、まあこの種類っていうのはサバイバーにしといてください。NPC にすると、なんかその、まあこれ説明がね、多分出てあれ出てこなかったっけ。まあとにかくこれはサバイバーにしといてください。うん、ほんで、えーえー、まあ、これはあれですね、えー、そのまあ、外観のり、人の見た目をどうするかっていうことですね。まあとりあえず市民にしておきましょう。 で海底を基準にしたスポーンというのは、えーまあ、海底にスポーンさせたかったら海底,に海底を基準にしたスポーンを審理すると、まあ、今回は陸上にスポーンさせるので、えー、と,とりあえずこれはいじんないでおきます、まあ、特別な服装も今回はなしでいきますで、まあ、例えば、えー、今回のミッションでは1人配置したとします、まあ、これは別に何人置いてもいいと思います、まあ、多分置けば置くほど ゲームが重くなると思うんでそんなにたくさん置かない方がいいと思うんですけど今日はとりあえず1人にします、えー、間違えて2人置いてしまった場合は選択した状態でキーボードのデリートを押すと、えー、消せます、えー、で次にえー、っとまあ人を置いたんでまあ人を置いただけでもいいんですけどまあなんかちょっと寂しいので、えー、下のメニューバーからオブジェクトを追加というのを押します でここで何か人と、えー、プラスオブジェクトを置けます。オブジェクトっていうのはものです。えーまあ、こんな感じでオブジェクトを適当に人と同じように配置して、えー、選択した状態にするとオブジェクトの種類を変えることができます。まあ、クレートっていうのは箱ですね。まあ、他にもいろいろ椅子とか工具箱、本、テレビみたいな感じで まあ、いろいろ選べるので、まあ、これは置きたかったら置いてください。うん。まあ、あと、普通にこのオブジェクトを運ぶミッションにしてもいいし。まあ、今回は人を運ぶミッションなんでね。はい。まあ、ということで、適当にクレート置いておきます。えー、で、次、乗り物追加ですね。まあ、あの、ここは、ちょうどドックなんで、普通に乗り物出現させることもできるんですけど、 まあ今回は最初から乗り物を、えー、配置しておきます。こんな感じに、えーまあ、さっき事前に作っておいた船をドックに置いて、うんで、まあちょっと回転させましょうか、えー。こんな感じで向きを回転させます。はい。で、えっ、ー、と、まあこの辺はいじらなくていいです。えー、この状態で、 とりあえず、このマップの編集は終わり、えー、なんですが、まあちょっと他にもいろいろ機能があるので説明すると、まああのー、このこのなんだフレアとか炎を追加とかそういうのはまあ、多分置けばわかるんだけど、あのー、あれですね、なんかそのエフェクトうん、まあい なんかそのエフェクトをトリ,ガーとトリガーの指示で出すみたいなそんな感じのやつです。はい、でルートを追加っていうのはあの、まあ、よく海とかに浮かんでるなんか賞金が入ったクレートですね、あれが置けるってやつですね。はい、で動物を追加っていうのは、まあ、ここ追加すると、まあ、これも人と同じで追加した状態では何も出てこないんですけど、まあ、ここに、えー、サメとか。 メガロドンとかを出現させられるということです。で、まあ、これは氷山ですね。氷山を追加できると。まあ、そんな感じです。でとりあえず、これで、えー、まあ人と、まあ、なんかよくわかんないオブジェクト1個と乗り物、船1つを、えー、配置した状態にします。で、この状態で、えー、っと、次。 まあここで一旦セーブしといてもいいですね。セーブしておきましょうか、じゃあ。えー、テスト001という名前にしてセーブします。で、次、えーまあ、出発地はこれでとりあえず完成なので、次、えー、上のメニューからロケーションエディターの左からプレイリストの概要を押して、えー、次、オイルリーグ対カスタムベースのオブジェクトを編集するというのを押します。で えー、ここは目的地になります。えーまあ、だからさっきのクリエイティブベースからここに向かって、えー、オブジェクトを持っていくということになるので、まあ、ここには、えー、うーんとゾーンを追加っていうのをやります。えー、これだけね、これだけでいいです。でゾーンを追加っていうのをやってこのゾーンの中に人を運んだらミッションクリアみたいな風にしたいと思います。 なので、まあちょっとゾーンの大きさが小さいので、もう少し大きくします。はい、こんな感じにします。で、えっ、ー、と、まあ、船がここに入って、人、まあ、人ですね、船に乗せた人が、ここに、このゾーンに入ったら、えー、ミッションクリアーみたいなふうにしたいので、まあ、ゾーンを追加します、えー。目的地はこれだけですね。はい。 そしたらまたセーブしておきましょう。さっきのテスト001に和が共存します。えー、そしたらマップのロケーションの編集はこれで終わりです。で、次にミッションの追加というところを押します。で、ここでミッションの編集というのを押します、えー。ここでミッションの中身を、えー、いろいろいじれます。ミッション名はテスト001というふうにしておきましょう。 で次にコンポーネントの追加というのを、えー、右のプラスボタンを押します、えー。ここはミッションに登場させる、まあ、ものをどうするかってことですね。とりあえず、まあ、今回は全置いたものは全部使うので、全部、えー、左側の、えー、やつは全部押しクリックして右側のなんかここに来るようにしてください。これは自分もよくわかんないですが、そうしてください。で、えーっと、次、ミッションの依存関係なんですが、まあ、 これは、あれですね、キャリアモードの、なんかその、他のミッションをクリアしたらこのミッションが出るみたいなふうにしたい場合には設定するんですが、今回は特に、えー、指定しませんで。次、要件。このミッションがキャリアモードで生成されるためには、えー、次の要件を満たす必要があるということで、まあ、これも、この要件を満たしている場合に、えー、このミッションが出現するように、まあ、 したい場合はここにチェック入れるんですが特に今回はそういうのはないので、えー、チェックは入れません、えー、で Difficulty ィィはこれはまあ多分難しくするほど報酬が高くなるという意味だと思うんでまあいっぱいお金もらいたい人はハードとかエキスパートにしておくといいんじゃないでしょうかね次環境まあこれも 自分好みに設定してください。で、えー、と、ここからがちょっと重要なところですね目的これはミッションをまあ、どういう目的のミッションにするかっていうことですねで今回はさっきも言った通り、えー、まあ、人を目的地に運ぶあるいは、えー、まあ、物を目的地に運ぶというミッションにしたいので、えー、デリバー・トゥ・ゾーンこれを選びます、はい えちなみにデリ、自分はデリバートゥーゾーンかトラベルトゥーゾーンのミッションしか作ったことないんで、えー、よくわかんないです。あとの下のやつは。うん、まあ、なんか想像はつくけど、うん、まあ、多分名前の通りだと思う。ちなみにトラベルズトゥーゾーンは自分がそのゾーンに入ったらクリアってやつ。デリバートゥーゾーンはなんか指定したオブジェクト、人とかものがそのゾーン、目的のゾーンに入ったらクリアってやつです。まあ、今日はデリバートゥーゾーンを選びます。 えー、で、まあ、名称、エンプティオブジェクト、まあ、この辺はなんか適当に書いておきましょう。うん、まあ、説明もなんか適当に書いておきましょう。はい、まあ、これは何でもいいです。で、えー、次、この下の、えー、セットデリバリーゾーンというやつなんですが、これは目的地のゾーンですね。目的地のどの場所に、 マップ内のどこのゾーンに入ったら、えー、このミッションがクリアするかってことなんで、えー、先ほど配置したこのゾーンを選びます。えー、これゾーン、えー、ID10 ってなってるんですけど、これはあの編集画面で多分見れると思うんで、いろいろ配置しちゃって分かんなくなったら、この ID 確認してください。えー、これをまあデリバリーゾーンのところに設定します。で次、セットデリバリーズ。デリバリーえーまあ 何のものもを届けるかってことで、すねで、えっ、ー、と、まあ、これも人にします。今日は人を運ぶので人を選びます。えー、人を配置したので ID02 のこのキャラクターってやつですね。これをクリックして、えー、デリバイジに設定します。ほんで、えっ、ー、と、これでとりあえず設定は終わりですね。で、まあ、この辺のトリガーまで開くていうとか、マーカーるんですが、この辺はまあ、あの、 そうしたかったらチェック入れるって感じで特に今日は制限しないのでなしです、まあ、時間制限とかも、まあ、つけたい人はつけてください、まあ、ちょっと時間制限つくと難しくなるんでね、はい、で時間制限のこれは左が、えー、何時間で真ん中が何分で右が何秒ですはいで次トリガーこれは基本的にはなくても大丈夫です、まあ 例えば使い方なんですけど、えー、なんだろうな。例えばこの、えー、オブジェクトのスタートっていうのは、えー、まあ目的、ミッションのなんかこれがスタートしたときに、なんかそのトリガーの、まあ例えばなんかフレアとかにしたらそのフレアが発射されるみたいな、そういうやつです。まあ基本的に自分はあんま使ったことないので。 よく知らんけど、まあ、うん、多分そんな感じ。はい。<laughs> 巻きは使わないので、うん、まあ、特に追加しなくていいです。で、まあ、こんな感じですね。はい、もう一回確認すると、まあ、ミッション名適当に設定して、コンポーネントってやつは、ミッションで使うオブジェクト、まあ、これを適当に選ぶと。まあ、基本的に全部使うと思うので、全部選ぶと。ほんで、要件なんですけど、まあ、ここは設定したかったらチェック入れると。で、ディフィカリティは、 えー、報酬ですね。報酬がどれぐらいもらえるか。ほんで、んまあ、その下の環境っていうのは、えーまあ、環境そのまんまですね。で目的は、えー、今日はデリバートゾーン、えー、ゾーンに物を届けるというミッションなので、これを選びますで。名称と説明は適当に設定していただいて、えー、セットデリバリーゾーンは、えーゾーン、マップに配置したゾーンを選択と。 で、セットデリバリーズは、えー、何のオブジェクトをそのゾーンに届けるとミッションが成功するかというものを設定しますでこれで、えー、とりあえずセーブしておきましょうえー、っとそうしましたらまあとりあえずほんでうんと設定しなきゃいけないものは全部設定したので、えー、上のプレイリストの概要をしてテストプレイをしてみたいと思います えー、テストプレイのやり方はここです。テストミッションというやつですね。右下の。で、これを押すとミッションが開始されます。はい、いますね。ここに先ほど配置した人が表示されています。編集画面ではただの円柱だったんですが、このようにちゃんと人の形をね、しています。そしてこれも配置したクレートですね。こんな感じで持ち上げられます。まあ今日はこれは使わないので、今日は人だけですね。 えー、まあ誘導していきましょう。誘導をして、その船に乗せましょう。まあ適当に、まあ、勝手にこれ泳いでくれるんで、適当にやっていきます。まあ、ダメージとかオンにしてる場合は、水の中とか気をつけないといけないですね。えーっと、カツゴ。よし。ほんで、えー、まあ。 こんな感じに椅子に座らせたりして、で、今日は目的地のミッション、目的地にやっていくということで、あ、これミッションオンにしてないか。そうだ、ミッションをこれオンにしてないですね。えーっと、キーボードの N を押すとミッションのこのなんか選択画面出るんで、テスト001を選択してアクティブにしておきましょう。そうすると目的地がね、こんな感じでマーカーが表示されると思うんで、1 9キロ先ですね、そこに向かってやっていきます。 で、まあ、船を走らせていきましょうちょっと長いね1 9キロねまああの、到着する前で特に何も起こらないはずなので飛ばしてください 操作難しいんだよなまっすぐ進んでるだけに見えて実は結構細かい操作が必要。 さあとということで目的地が見えてまいりました、えー、っとそこの、まあ、なんか石油掘削プラントのうーん下のところにゾーンを設置したのでそこにこの船が入れば、まあ、厳密に言うとこの人が入ればミッションがクリアするはずですでは入っていきましょう とということで、えー、右側にミッション完了、報酬を受け取りましたと出ましたね。えー、こんな感じで、まあ、その設定したゾーンに設定したオブジェクトが入るとミッションがクリアする。というふうな、えー、ミッションの作り方は以上です、はい。これで一応ミッションは完成ですねで。テストプレイが終わったので、またミッション板に、まあ、戻ります。で、えー、っと、ま、こんでよかったら最後に、えーまあ、一応セーブをしておいて、 ほんで、エディターを終了すると。えー、まあ一旦ちょっと、ファーストトラベルします。ほんで、まあ普通の、この画面でミッションをどういう風に出すかっつうと、まあ N を押してもらって、まあ M を押してから、この、上のミッションでもいいんですけど、どっちでもいいんだけど、まあ N を押してもらって、で、えー、っと、ミッションの選択ってやつですね、このプラスを押して、 で、保存済みの、えーと、っから自分が作ったミッションを選べるはずなので、えー、これですね。テスト001。で、これを選択すると、テスト001が出てくるはずなんだね。どっか行ったうーんと、出てこねえな。どうした <laughs> 出てこねえな。なんだ なんか出てこないですねミッションを出現させるまあなんかちょっと出てこないんですけど <laughs> このミッションの選択で保存済みのやつ多分押せば出てくると思うので、えー、そんな感じで、まあ、プレイするっていう感じですねはいでまあミッションやる前に当然ねあのミッションアクティブにするのを忘れないようにしてくださいということで、えー、今日は以上でミッションの作り方でしたんまあなんかちょっと説明がグダグダでよく分かんなかったと思うんですけどえー ちょっとね、まあ、ないよりマシでしょ。<laughs> 何も説明しないよりはね、まあ、うーん、多分ね、マシだと思うんで、<laughs> はい。まあ、以上でミッションの作り方の説明になります。えー、では、次回もお楽しみに。ちょっと説明が適当ですまんね、なんかね。<laughs> はい、終わります。